ビルシュテットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、マチソンでザムトゲマインデタルムシュテットを構成する、マチソンの一つである。ビルシュテットは、864年に、ブレーメン大司教アンスガーのミラキアラ・ウィルホディチューウィルハドという名で、初めて登場する。この文書には、この集落出身の女性が、 司教ビレハトの墓の前で盲目が治ったという記述がある。信頼のおける文書としては、教皇カリストゥス2世がウィランストドの農場をラステーで修道院に贈与した時のものである。この町の町議会は11議席からなる。この紋章の向かって、左側は銀字に黒いフェルデンのナーゲル十字で、フェルデン司教区への帰属を示している。向かって、右は青字に、 ブレーメン大司教アンスガーの金の像で、右手に司教図へ左手に教会を持っている。これは、この町の名前がアンスガーによって、初めて言及されていることを想起させる。スポーツクラブ MTV ビルシュテットは、テニスや射撃を含む多くの種目を備えて、スポーツ活動を支えていた。この他に町には水泳プールもある。ビルシュテットは、 ブレーメンとハンブルクの中間に位置する交通の便の良さから、ゆったりとした順調な経済拡大を示している。土地利用計画上は混合地域であり、工場立地はいつでも可能である。二つの産業地域があり、そのうちの一つは鉄道の便もある。集落の中止には基礎家庭学校がある。4km 離れた上級の学校へはスクールバスの便が良い。 ありがとうございます。